赤い牛が校舎を染めて、二例の木陰に弾む声。高校三年生、僕ら離れ離れになろうとも、クラス仲間はいつまでも。泣いた日もある、恨んだことも思い出すだろう、懐かしく。高校三年生、僕らフォークダンスの手を取れば甘く匂うよ。黒髪が残り少ない日数を胸に、夢が羽ばたく遠い空。高校三年生、僕ら幹はそれぞれ分かれても、声で歌おう、この歌を。はい、こんばんは。今夜はね、船木和夫さんの高校3年生を歌いましたね。大正曲だね、これね。はい、こんばんはね。2016年4月の17日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこのように配信しています。はい、ね、昨日ちょうどキャンプに行ってきて、今日昼頃帰ってきましたよ。はい、こんばんは。どうもね。はい、どこから配信します。はい、しささん、こんばんはね。はい、いつも通り、今日早めにね、もう休みだったからね。また宅配来てたけどさ、今日は受け取れなかった。昼頃来たけどさ、あれ待ったらまた遅くなっちゃうから、配信ね。来週にしとこう、宅配便は。しょうがない。うん。今日のしし昼前来たみたいな宅配便ね。でも、あれ向こうキャンプ場いたから、あれ、河原にいたからさ、取れなかったんでね。でも今日昼、電話すればさ、ね、多分、夜遅く、6時7時ぐらい来るかもしれないけど、それ待ってたらさ、また配信遅くなっちゃうんだよね。来週にした。しょうがないね。一人暮らしのね、宅配便は困るよね。なかなかね、あれ待ってたらどこも行けねえからな。さて、そんな思いも込めて、そんな思いを込めて今夜はね、高校3年生ですね。よかったね、ほんとね。あれ、初めてのあれ、ダブルウォームだって、今日あれ。一応、中国製の安物ながらね、買ってみた。やっぱいいね、ダブルはね。うん、あれもまた、今度またあるだろう。今度、ワンポールテントだって。今度のキャンプはね、また、ほぼ同時に買ったワンポールテント。ね、あれも安物なんだけどさ、キャンパーズコレクションってところは、っていう、なんだろう、商品名かな、そこのワンポールテント。あれちょっと欲しいね。あれも楽しみね。でもそれでも安い。あれも5、6000だからね。うん、多分中国製だと思うよ。中国製だろうね。でも使えればいいと思ってね、買ってますよ。さて、今夜ね、高校3年生です。じゃあもう一回。この歌いいよね。爽やかでいいね、この歌ね。赤い牛が校舎を染めて、二例の木陰に弾む声。高校三年生、僕ら離れ離れになろうとも、クラス仲間はいつまでも。泣いた日もある、恨んだことも思い出すだろう、懐かしく。高校三年生、僕らフォークダンスの手を取れば甘く匂うよ。黒髪が残り少ない日数を胸に、夢が羽ばたく
遠い空、ああ、高校3年生、僕ら道はそれぞれ分かれても、超えて歌おう、この歌を、ワンスマって感じで、もう一回、どういうことだ。赤い夕日が校舎を染めて、睨めの木陰に弾む声、高校3年生、僕ら離れ離れになろうとも、クラス仲間はいつまでも、泣いた日もある、恨んだことも思い出すだろう、懐かしく、高校3年生、僕らフォークダンスの手を取れば甘く匂うよ、黒髪が残り少ない舌数を胸に、夢が羽ばたく遠い空、高校3年生、僕ら道はそれぞれ分かれても、超えて歌おう、この歌を、はい、今夜はね、舟木一夫さんのね、大長調でね、高校3年生歌いました。で、さて、今日も飲みましょうかね。今夜はね、あったかいのでアルコールバーナー使いません。さて、今日の飲みましょうか。さて、今日は。行く前だっけ、金曜日だっけ、で、はい、これいつものグラスにこれだ、菊正美の須崎霊酒、じゃあこのまま飲もうか、じゃあこのまま、今日冷やしてきたからさ、今日須崎霊酒このまま飲みましょう、あと水弱いからね、これこれいきますね、いつも通り、今日まさかなんだからね、キャンプよかった、あれな、反応が悪、初めてキャンプ。なんか良かったな、そこの反応だから。石がコツコツってのはしょうがないね。みんな。たらあんなもんだもん。学校場所もそうだもんな。で、学校場所は上の部分でもできたからね。上の部分は普通の空き地みたいなもんでね。学校場所。今度はね、あそこ行ってみたい。まあ行けるかどうかわかんないけど、群馬県の前から言ってた。通年、まあ一年中、通年利用できる。無料のキャンプ場で。角吹キャンプ場だっけ、あそこ。公園の一部かな。新町駅だっけ、高田線の。あそこから、まあ、地図で見た感じではね、嵐山駅から月川荘よりかは断然近いですね。だから歩いてくると思うんで。電車機に往復、でも往復3000円もあれば行けちゃうからな。往復3000円、1500円もかかるね。6台買って、まあ5、6000円あれば、まあそんなもんで。今度考えてる。まあいつかわかんないけどね。角吹キャンプ場って、角吹か、吹。お金が吹きの吹きね。角吹キャンプ場考えてます。まあいつかわかんないけどね。ああ、キャンプはいいな。ねえ、焚き火最高だよな。焚き火最高。もう焚き、薪 持ってくんだら疲れっけどさ。まあ好きなことはそんぐらいはしょうがないと思ってね。いいよね、あれね。でも帰りは、帰りあの人は残念だったね。でもよかった、本当、キャンプやって昼ぐらいまではさ、本当、帰りもその雨って言っても、本当、今日はさ、ぽつりぽつりよ、本当ね、ぽつりぽつりってすぐやむ、その程度でさ、また曇りぐらいで、まあ、日差しも出てきてさ、昼ぐらい、昼ちょい前からは。よかった、よかった、雨は予報通りで、ほんの、ほんの、
何ミリだと思うよ、トータルして。あの程度でさ、大振りにならなかった、傘はいなかったよ。うん、風ただ風が強かっただけだよ、あれね。どうよかった、本当にね。本当に曇りで、ほぼ今日は曇りだった。雨って言っても、この辺はね、ほんとポツポツだったから、すぐやんだような雨で。うん、よかったね、反応かな。いいね、キャンプ最高だよね。ああ、また明日から頑張りましょう。週末の焚き火大好きだ。焚き火でさ、なんでもいいよ。鳥、ビーロックンか。またビーロックン使い込まなきゃダメ。さて、今日のつまみ持ってこようよ。今夜のつまみ。今夜のつまみね。今夜は冷やし鶏皮。今夜は冷やし鶏皮だ。冷やし鶏皮。鶏皮をね、今夜は、ね、鶏皮を湯がいて、ね、いつも通り鶏皮を湯がいて、これ新鮮で買ってきた。ね、水でざるにあげて、水で洗って適当に切って、冷蔵庫で冷やし鶏皮。これね。いや、これね、当然これだけでつまんないんでね。当然、鶏皮だけじゃないよ。ここに、このね、この同じ一味唐辛子。パラリンク、パラパラ、全部入れちゃおう。あ、こんなもんでいいかな。おつまみだからさ、他に味付いてないんでね。で、これに、トワイキミトースのところにね、醤油かけて、醤油だい、それはつまんで飲もうかなと思ってます。だから歯ごたえがプリプリしてもいいんだよ、これ、辛みがあって。で、醤油。それで適当。一味と混ざる感じにして。こんなもんかな。これでだよ。よし。冷やし鶏皮。ほんと安上がりにうまいんだから。まあうまそう。あ、こんなもんでいいね。ちょうどいいや。今日は冷やし鶏皮です。あ、うまそう。おお、いい香り。この醤油と唐辛子の香り混ざった。あ、いいね。今日は冷やし鶏皮。見せなかった、見えなかった、こっちが。これね、冷やし鶏皮です。こんな感じね。おお、これちょっとつまんで。おお、いいな。はい、どう？じゃあ冷やし鶏皮、こんな感じ。これはつまみ。あとね、もう一個はね、スモークサーモン。スモークサーモン。これね、315円。スモークサーモン。と、冷酒だ。ああ、うまいね。うまいじゃない。鶏皮大好きだからな、俺。どうしまった。うまいな。鶏皮とスモークサーモンです。 肉といえば鶏皮だよな。だ、安いんだもん、鶏皮はね。これ280円分か。これで鶏皮300円いなかった。なんだ、どうも。あそこの天気か。あそこはあったかそうね、20度か。あったかそうな、明日ね。スモークサーモン。スモークサーモンはこのままいくよ。つけないで。スモークサーモン、そのみだから。
めいちゃんや。あ、今度燻製もやってみたいな。燻製も考えてみよう。燻製もやってみたいね。アウトドアって今定番になってるもん、本当にな。あ、動画で見たんだね。燻製、簡単な燻製やってる人いたんだよ、あれ。アルミのやんか、アルミ鍋、あれを2つでさ、下に、そこで、キップを敷いて、それで痩せる人いたな。ああ、今度いいなと思って。ちょっと開かないかで見てみよう、あれ。あれ、簡単そうね、あれ。アルミの鍋なんか結構安くないもんな、あれね。100円ショップとかでもね。あれ2枚で、台にして。でもいいや。一回やってみようね、今度ね、将来の夢。まあ、まだ焚き火があれば。焚き火があれば何も意味ない。うまい。うまいスモークかもの。どうも、今夜は冷酒です。まあ、昨日も飲んでた。はい、これね、この間、金曜日買ったの、これ。その鶏皮の、冷やし鶏皮。からし醤油や一味唐辛子と醤油かけて。鶏皮、湯がいて、洗って適当に作ったのを冷蔵庫で冷やしたところに、一味唐辛子かけて、醤油かけて。これがまたいいんだよ。と、スモークサーモンね、スモークサーモン。パックのままね。これで冷酒飲んでます。安上がりよ。これで300円でしょ。これさしても、まあ600円ほどか。これ、辛いつくときから、これ今日まで食い切んないとまた明日も食べようで。キャンプっていいな。炎は使わないんだよね。僕は別に放火とかしてないからね。炎は使わないのよ。炎なる幸せ。ビーロックありがとう。ビーロック。でも本当ビーロック。キタンはあんま進めないよ、僕。ただ軽いだけ。焼き色がさ、ステンレスみたいに汚くないだけで。変形はね、やっぱね、ステンレスも全然いいよ。最初はドキのステンレスもキタンも変形はするけどね、キタンの方が変形激しい。うん、今度からね、そう決めた。一回買ってみて、まあ、いつも言ってく、前にも言ってくださ。買って分かった、あれ。キタニウムの方が変形はね、すごい大きいね。YouTube の動画でもさ、ヘキサゴンのことで、ヘキサゴンストーブあったけど、まあ、あれも、チタニウムは変形しやすいって言ってる人いたもんね。うん。やっぱそうなんだろう。軽いだけなの。軽くて、いや、使った後焼けるでしょ？その色がさ、ね、いいみたい。うん。その色が、ね。それだけの話。うん。やっぱ変形したら実は使いにくいもんな。まあ、ただ、あれ、ステンレスも変形するけどね、あれね。うん。チタンの方が変形するみたい。うん。まあ、うん。カルダなんてもともとあんなちっちゃいポケットストーブ買わないもん、あのちっちゃいストーブ。いいね。期待いいじゃないか。今日はこんな感じで。ああ、スモークサーモンはいいな、このままでね。生よりスモークの方が僕は好きよ、味があって。サーモンってさ、本当にまずいなんもんね、普通の生のサーモンだし。まあ、スモークした方が味わいがあって、僕は。まあ、どっちも好きだけどさ、なんでもないんでね。ああ、うまい。サーモン、ほんとみんな、チリさんが安いね、チリさん。チリさんのスモークサーモンね。練習。こんな感じ。飲んだくれだよな。昨日も一緒に2リットルパック一人で飲んで、あ、ね、1泊2日で500の発泡酒3本と2リットルパック1本、飲むね、ほんとね。でもそんだけだよ。ジャンプとかやんないからね。ゲームもやんないしさ。ね。ほんとゲームです。なんだろうね。できんじゃん、ゲームみんなやってるけどさ、何が面白いんでしょう、ゲームって。僕にはわかんない。
やっぱゲームをやる、楽しめる人ってゲーム脳って発達してんだと思うよ。ね。ゲームよく言うじゃん。タカさんの配信で言ってたゲーム脳あって。ゲームをやるじゃん。そのゲーム脳が発達してんだろうね。だから楽しいんだろう。もうやっても全然わかんねえもん。これを何が楽しいのって。まあルールはわかる。ルールを表示でも囲碁でもルールは多少わかるけどさ。ねえ。ゲームをや、何が楽しいか僕には全然わかんない。そうだったら単行本読んでた方がいいな。物語の世界を楽しんだ方が。電車の中で、ね、電車の中ですることとして単行本とゲームを並べたわけね。今、電車の中でさ、すごいもんね。本を読んでる人と同じぐらいゲーム聞くっていうの多いもんね、今ね。ゲームボーイみたいなやつね。ああいうやつね。本当、読書してると、下手したら読書より多いかもしれない、今ね。ゲーム機にやってるのね。あれの読書の僕は全然わかんない。あんなゲームの何がいいんだか、ほんと。まあ、好みの問題だろうな、お互いだろうな。まあ、読書好き。単行本じゃブラッと先取ってさ、店頭の単行本手に取って、購入して、それで楽しみだ。今、ほんと何でも読めんじゃ、本はね。もっと二十歳ぐらいまではさ、特定の作家さんしか読めなかったけど、今だったらね、どんな作家さんも読めるんでね。それは読書の積み重ねだと思うよ。中学、高校、二十歳ちょいまではさ、本当いろんな、そうはいかなかったもんね。この作家さん読めるのかな、ね。でも、いろんな好きな作家さんをいろいろ何十冊も読んでいくうちにさ、ああ、だんだん読書癖っていうのかな。まあ、読書脳っていうのか、それも発達するんだろう。何でも読めるようになる。今だから本屋の店頭に行って単行本あるじゃん。知らずみの並んでるの。何でも読め、楽しく読めます。ね、これもいい趣味だと思うよ。ね、読書なんてもう読みたい本を読めばいいんです。だからおすすめ本なんてありませんからね。その人は読みたい本を読むね。僕はそういう考えです。だからおすすめ本って言われても困っちゃうよ、本当にね。そんなもん。読みたい本がおすすめなんだよ、本なんか。いっぱいあるんだからさ。読みたい本を読む。読みたい本ね。古本だ。いや、でもさ、普通の書店でもいいよ、どこでも。僕、あの頃、中学の時、池波さんを店頭で見て読みたかったんで買ったんだ。ね、池波正太郎さん。いいね。赤い牛だ、校舎を染めて、おく、と、今夜歌いました。ね。ペロリだ、あの人ばっか。さ、もう、まだあるけどね、サーモンで。でもサーモン、スモークサーモンで練習です。あ、そうだ、明日からラジオはレーティングだよね、レーティング。そうだ、確か。レーティング前の日曜日の深夜、ってか月曜日の早朝だっけは、TBS ラジオはさ、日曜深夜夜中でもね、一応放送するんだよね。その目安、レーティング前のその日曜日は、954の女の子がさ、音楽系の番組なんだよ。明日からラジオはレーティング。今日シリーズ調査週間です。新番組。僕はラジオっ子なんでね。テレビも嫌いじゃないし、見なくはないよ。まあ、職場で見てるようにね。でも、そんなわざわざ自宅にテレビ買ってまで見なくてもいいや、そんなタイプなんで。ラジオになっちゃ困っちゃうよ、ほんと。ラジオがない。でも今ラジオがあるからさ、ネットに繋がればさ。でもそれラジオだけどさ、嫌だな、あれね。よく見るとさ、なんか、不具合みたいでさ、あれ、位置情報をさ、把握できないとさ、首都圏にいるのにさ、東海とか札幌が入ってたんだもん、ね、大阪もいろんなの。あれって、もう、あれ辛いよね、あれね。僕、あれ不具合とか、なんだっけ、位置情報のミスみたいなこと言ってくる。あれ、実はさ、陰謀かなって最近思ってる。ちょっと前から思ってる、あれ。来期こうやってるとこの。ああやって、いろんな地域の、
いきなり入っちゃうのって。で、プレミアムしてるから自分の見たいシーンが見れるよってことで、多分それあると思うんだ、あれ。多少の意外とさ。ね、その、ちょっと不具合でさ、自分の地域じゃないとこが入るのはさ、そう言ってくるとさ、実際は陰謀めいてると思うな、僕。ああやってさ、あのラジコで安定していつものラジオ局知ってるんだったら、お金払ってプレミアムだろうみたいな、それもあると、多少僕は考えてるよ。ほんと困っちゃう。生島さんの朝の5時半からだったらいいんだ、あれ。全国放送だからさ。でも5時から5時半はね、TBS ローカルなんで、あの時間帯にさ、ちゃんとね、ラジコで受信できなかったつらいよね、ほんとに聞けなくてさ。でもいいや、しょうがないと思って。プレミアム入らないよ。まあでもたまにそれでもしょうがないからってさ、仕事行く前とかしょうがないと思う。そのたまたま入ってるところ廊下の人が聞いたら面白いからね、聞いちゃうから。ラジオは面白いよ。やっぱ誘うのがラジオっ子だよね。目じゃねえか、そうも。スモークサーモン。うまっ。じゃあ、スモークサーモン。セロリが一人ですよ。これ300円ちょっとか。ちょうどいいな。はい、おいしくいただきました。あ、よかったね。まず、おいしくいただきました。スモークサーモン。テレジだ。炎なる日はさ、これからもやってきますんでね、週末のたんびにね。毎週どっかで焚き火やってますんでね、焚き火のできるところで。炎なる幸せ。電車と徒歩でアウトドア。もう車は買えないんでね。車買う余裕がないんでね。あ、運転免許の更新も行かないとな。でも5月、4月24日で。まあ来月の28日過ぎまでは大丈夫なんでね。運転免許更新の年なんだ、今年ね。ゴールドだからね、僕はね、乗らないから。乗らないからさ。乗らないから。運転免許はね、身分証明書としてはいいからね、あれね、最高だからね。もう、乗らなくても持ってるだけでもいいよね、あれね。身分証明書として運転免許は最高だからさ。今はさ、ID 化もなってるしね、免許はね。最高だ。じゃあこの、ちくんばさめのすだち電子もこれでおしまいだ。ああ、おいしくいただきました。あと残りはこれ。これ全部食わないけどな、明日もちょっとこれ。まあちょっとね。鶏皮うまいね。うまい。ああ。じゃあ最後にもう一杯飲もうかね、日本酒。いや、じゃあ最後に普通の日本酒持ってきます。これね、普通の2リットルパック、同じ2リットルパック、これはプラスワンで買ったやつだ。これ最後このコップだけで割ろうか。こんなもんで、まだ明日、明後日分ぐらいはね。はい、乾杯。つまみながら、鶏皮と一味唐辛子、歯ごたえがあって辛みがまして最高。うわ、いいね。
これ、長澤さん、山崎のパン祭りのやつね。木さん来たんだしな、もう終わり間近だったな、来たんだな。え？違うか。そう、今日はね、今日早く帰ってきたんだ、今日はね。でも昼ぐらいまで行ったかな、あれね、片付けて。あ、起きたから、この前の少しローカルで録画したやつで。あ、どうですか？朝起きた時の動画とかアップしますんでね。飲みっぷりした動画。あれスティックまで録画されてると思うんでね。あれ。まあ全然見て、あれはローカルでやった、録画したやつを今日アップして、さっきアップして。あとスティックも落としてアップしようというふうにね。ちょうどリスケさん、このバッテリーこれなくなっちゃうときに来たんだな、あれ、昨日ね、今日ね、朝ね。キャンプっていいよ、ほんと。キャンプを焚き火がたまんない、ほんと。まあ、ビーロックンっていう焚き火台があるからさ、リカビじゃなくてもね、焚き火できるもんな。ビーロックンありがとう。ね、これから使うよ。ビーロックン以外にもリクサダもあるからね、今度リクサダも作って。焚き火からほんとガスなんかいねえよな、ガスなんかな。夏場はどうなるか。まあ、鳥かば、最高。あ、うまいね。この歯ごたえがいいんだ。プリプリの歯ごたえがね。冷蔵庫で冷やしたからさ、そういうんだ。まあ、冷やした方がやっぱ醤油なじみがいいよ。冷たいところに醤油かけた方がなじみがいい感じがする。当然これ残るから、また冷蔵庫入れといて、また明日食いますよ、これ。また明日食います、これ。ね、一日でもったいないこんなね、また明日も。コップだけど似合う男ってそんな感じでしょ。コップだけど似合う男目指してます。つまみは鶏皮の2台に唐辛子かけ出す。安酒に安つまみ。これ2リットルで800円ぐらいだからね。これ2リットルで、2リットルで800円ぐらい。相性は安酒かっちゃんとでも。 あれ、昨日ちょっと行ったキャンプで飲んでた、あれもそうよ。800円ぐらいだから。2リットルで800円ぐらい。だって僕の目安、800円前後の目安で。2リットルで800円。合成酒は500円。やっぱ合成酒味全然違うから飲まない。飲まないよ。合成酒は安いけどね。日本酒と比べてやっぱり味が全然違うね。生存確認の一環としてこんな風に飲んでます。でも可愛かったな、女の子はな。可愛いね、女の子はさ。ずっと一人で僕はいいよ。どうせ死ぬんだしね。地震すごいみたいね、ほんと熊本ね、あれね。熊本地震。まあ、さっき大分の方から、熊本から大分ね。まあでもしょうがないよね。くまモンとかどうしてなのね。くまモンなんかやってらんねえんだろうな。もうこんな時じゃな。ね。熊本といえばくまモンだけどさ。
全然聞かないもんね、くまモンな。まあ、そんな下品でそれの キャラクターどころじゃないよね、あれ。大変だもんなく。でも熊本驚いたな、あれ。今回の地震でさ、昨日も言ったけど、熊本は政令市だったんだって知ったよ、あれ。気づいたよ、あれ。うん。政令市もね、随分増えたね、一気に。やっぱ仙台な。仙台あたりの政令市ってさ、低くなった感じがするね、やっぱ仙台あたりからね。仙台が政令市になってから、政令市になる基準がなんか緩んだ感じがするもん、熊。だからそのあたり、木橋だもんね。仙台の木橋で、ね、埼玉市。そうだ、その仙台。うん。どうそのもともと東北なんかさ、関東のおまけみたいでもよかったから、別に政令市とかいらないと思うんだけどさ、東北ね、でも東北だけでってやれば、まあでもそんなの仙台を政令市にしたんだろうな。だからあれでさ、一応基準が緩くなった感じだよね、世間的にはさ。だから木橋もさ、政令市になって、ね。もう、仙台港だな、政令市。あ、なあ、こんな市も政令市なんだってなったのね。もう、仙台なんかさ、ほんと、習志野とか普段と変わんな感じだもんな、実際はさ。実際、仙台駅か松島まで歩いてみたけど、そうだった、あれ。でも一応、東北、中心として最初は政令市にしたんだろうな、あれ。だからあれ以降、政令市の壁が 低くなったと。僕は結構そういう人多いと思うよ。仙台以降が、あれ、指定されてからさ、政令市になってから、ね、政令市ってもんがさ、来やすくなった感じがするっていう人多いと思うよ、あれ、仙台以降。だから、木橋もなったしな。それまで政令市ってほんと大都市だったんだよな、僕が小学校の。小学校ぐらいかな、あれ。30年以上前かな、あれ。あの頃はさ。政令市って言ったらすごい大都市だったけどね。仙台市以降はさ、まあそれが緩んだ感じだね。仙台市以降ね。もう、でも多分それはみんな結構絶対多いよ、そういう考えの人。仙台市以降、政令市がちょっと大都市感が弱まったと思う人。で、今回の時期で熊本が政令市って知っても、ああ、そうかって感じだもんな。うん、熊本。ね。はい、おいしくいただきました。今回はね、全部日本酒ね、最初は、この間、昨日かな、飲んだ、残ると、最後は普通の日本酒。で、つまみは鶏皮。じゃあ、この辺で今日は終わろうか。おやすみ。